お、そうだ。甘いものが好きなんだったら、このチョコレートをやろう。チョコ？おい、舞様！それわしが持ち込んだおやつじゃろうが。まあまあ、いいだろう。ちっちゃい英雄さんに恩賞を与えないと。な。別に良いが、ブドウ糖補給のための特製チョコレートじゃ、常人にとっては脳が痺れるほど甘いから、覚悟するのじゃぞ。オッケー。ラン、甘いの大好きだから大丈夫。なんだかすみません。ほら、ランちゃん。ありがとうございます、でしょ？ありがとうございます。かわいい。千里、あれ、すごくかわいい。欲しがってもダメですわ。こっちで我慢なさい。こっちってなんだ？私の方を見るな。でも、どこかタツサさんに似てますわね。サイズ的な意味もそうですけど、何か雰囲気と申しますか。どっちも、かわいい。とにかく、本当に助かりました。このお礼は、いずれまた日を改めてお返しいたします。私たちは、準備を整えたら再出撃します。このキャンプ地は、一つ柳隊の皆さんで好きに使ってください。そちらのリリーの救助はもう完了したようですが、それでも再出撃ということは、あなた方の目的は…ヒュージの殲滅、でしょ。はい、その通りです。先遣隊の報告で、この森には通常とは異なる個体、徳型ヒュージが潜伏している可能性があります。徳型ヒュージ？詳しい情報はまだまとめきれていないのですけど、我が校のレギオンのリリーが降戦したようです。その情報ならわしの方にも届いておるぞ。何でも戦闘中に形状を変化させるヒュージらしいの。そんなヒュージがこの森のどこかに。私たちヘルボルはその徳型ヒュージの討伐任務を果たします。エレンスゲのトップレギオンの名にかけて。あの、みんなに相談があるんだけど。分かっているわ。あなたの好きなようにしなさい。え？リリさんの考えることはみんなもう分かっているってことですわ。相談なんて必要ありません。ありがとう、皆さん。カズハさん。はい、どうかしましたか？私たち一つ柳隊も同行します。ですが、リリー同士の結束ですよ、カズハさん。一緒に戦いましょう。カズハも本当は一つ柳隊と協力し合いたいんだよね。でもこれ以上助けてもらうわけにはいかないって思ってる。はい、確かに協力し合うことは決まりました。ですが、すでにエレンスゲのリリーを助けてもらっています。これ以上一つ柳隊の力をお借りするのは。カズハさん、そんなのを気にする必要なんてありません。リリの言う通りよ。それにあなたたちの言う徳型ヒュージの情報は、ユリガオカとしてもぜひ欲しいところだから、これはユリガオカのためでもあるのよ。リリさん、ユユ様。いいじゃん、カズハ。戦力は多い方がいいし、賑やかなのはもっといいし。ランもグロッピたち好き。絵付けに成功したようじゃな。まったく、私が見てないところで勝手に仲良くなっちゃって。わかりました。百合ヶ丘女学院一つ柳隊の皆さんとの共同任務に当たります。軍令部には略式で報告しておきます。
リリさん、ユユ様、一つ柳隊の皆さん、ありがとうございます。そしてよろしくお願いします。はい、カズハさん、一緒に頑張りましょうね。改めてお願いいたしますわ、ヘルボルの皆様。こちらこそよろしくです。お互いの情報を突き合わせれば、ヒュージの潜伏地点を探るのに何か手がかりがつかめるかもしれないわね。はい、こちらも早急にデータをご用意しますね。では準備が整い次第に出発しましょう。ヘルボル、一つ柳隊の共同任務です。はい、出発進行です。